はい、動画をご覧の皆さんどうもこんにちは、勇者アキラです。よし。で、今回はね、ポケモンカードの動画になるんですが、今まで私、ポケモンカードね、集め出した当初は、ボックスの開封とかそういうのを、まあ、普通のショートじゃない動画の方で投稿してたんですが、まあ、びっくりするぐらいね、再生回数が伸びんということで、まあ、そこからショートに上げるようになったんですよ、開封とか。ショートだったら結構再生回数ついてくれるんでね、見てくれる人もいっぱいいるんで、まあ、ショートに上げるようになったんですが、以前ね、私、不要なポケモンカードを売りに行ってきましたっていう動画をね、まあ、普通のショートじゃない方で投稿したところ、まあ、結構再生回数ついたんで、ちょっとそれで、ちょっと調子乗って、また今回も、不要なポケモンカードを売ってこようと思います。イエス。で、以前のね、ポケモンカードを売ってきましたよっていう動画のコメントで、まあ、安いとか、SR いくらは安いよとか、もうちょっと頭使って売るよとか、感じで言うコメントもいただいてたんですが、まあ、確かに、高く、もう少しでも高くね、買い取ってもらおうと思ったら、まあ、やっぱり自分でメルカリに出すとかね、一枚一枚とか、まあ、セットとかにしてメルカリに出すとか、まあ、そういう方法もあるんですけど、まあ、それだとやっぱり動画のネタとして面白くないなということで、まあ、実際ね、ポケモンカード、ちょっとどっかで買い取ってもらおうかなと思ってる人も多いと思うんで、まあ、実際これでね、私がこう、カードショップに持って行って、実際どれぐらいの金額で買い取られてるのか、まあ、それを見てね、ちょ、判断材料の一つにしてもらってもいいのかなと思います。まあ、これが現実だと。はい。まあ、ということで、まあ、今回もね、まあ、懲りずにというか、私、ポケモンカード売りに行った動画の再生回数が伸びちゃったんで、もう今回ももう売りに行こうと思って決め込んでたんでね、当初から迷ったりもしてなくて、もう速攻で売りに行ってやろうと、不要なものが集まったら思ってましたから、今から行ってきます。で、今回の、まあ、内容としてはですね、これ何枚か、今回数えてないんだけど、まあ、後で何枚かわかるんで、最近販売された、変幻の仮面の、まあ、カードとかも入ってます。こんな感じで。ガチゴマとか、この月光画とかもね、前、100円、200円ぐらいで買い取ってくれたんで、今回も、いい値段がつくのかななんて思ってますけど。で、まあ、ダブルレアゾーンとか、まあ、あと、これ、最近151買い出したんで、このモンスターボールのミラーとかもね、ちょっと手放そうかなと。まあ、マスボミラーとかだったら大事にしまうんだけど、まあ、モンスターボールのミラーはいいかなということでね。まあ、こんな感じ。あと、ここら辺レアカードゾーン。まあ、レアカードは、まあ、そんな値段つかないの分かってるんだけど。で、今回はね、ちょっとこれ値段つきそうだな、みたいなカードも何枚か用意してるんですよ。まあ、ギラティナ V スター、トリプルレアの。あと、オーガポンのね、これ SAR なんだけど、これ、まさかのね、2枚被っちゃってるんで、1枚はもう手放そうと思って、今回売ります。で、あとこれ、プロモだね。これ長場優さんの。とコラボのニンフィアと、ピカチュウ、これも私2枚ずつ持ってましたから、ちょっと1枚1枚手放そうかなみたいな、ここら辺がねちょっと値段つくんじゃないかなと思ってますね。そしてあとまあここら辺はちょっとこうアイテム系があって、でまあ SR も1枚入ってます。であと AR がこんな感じ、まあ、こっちにも AR がねありますから、まあ、ここらのカードをまとめて売っていくらになるのか、皆さんいくらになるかちょっと予想しながら、見ていただいたらいいのかななんてね、思ってますが、これから早速ね、これをじゃあ持って行ってこようと思います。それでは行ってきます。さあ、行くぞ。はい、ということでね、今買い取りが終了して帰ってきたところなんですけれども、見てください。こんな感じで、ね、例のごとく、レシートが、出てきております。こんな感じです。まずね、ちょっと枚数だけ先言おうかな。枚数は、これですね。181枚でしたね。はい、181枚。で、合計いくらになったのかということなんですが、まあ、ちょっと上から順番に見ていきましょうか。まず、これ、オーガポン、井戸の目、SAR ね。1200円。1200円でした。で、次、月光画のダブルレアが100円。なんで2枚で200円。で、暁、ガチグマ暁のダブルレア1枚100円。で、オーガポン緑の面、これダブルレアのやつなんですけど、200円。で、フォレトスの SR、80円。で、ピカチュウがね、これあれですね、プロモのやつですね。長場優さんの。で、それが1500円。で、ニンフィアの同じくプロモの長場優さんのが1200円。っていうことで。で、ハピナスのダブルレアが30円。リザードン EX のダブルレア50円。で、不思議種の、これモンスターボール、ミラーかな、モンスターボールのミラーかな、40円。ね、ラッキーのレアカード10円。マシマシラーのレアカード80円。で、あとはポケモンカード統一レアが、93円。で、まあ、1枚1円計算ですね。で、ノーマルが、20銭になるのこれ 0.2 円なんで。
で、75枚当て15円と。で、トータルいくらになったのか、ということですが、いきますよ。ダルバン。はい。4798円。4798円ね。はい。なんで、まあ、いう結果ですね。181枚売って、そのうち SAR が1枚、プロモが2枚とか、あとは、まあ、SR あったりとか、っていう感じで全部合わせて4798円。これはね、まあ、僕個人の感想ですけど、今回はもうちょい行くと思ってたんですけどね。うん、前回は、まあ、妥当っちゃ妥当かなぐらいに思ってたんだけど、今回はね、もうちょい高くなるんじゃないのかなと期待してたんですけど、まあ、思ってたよりはいかなかったって感じだね。うん。まず、オーガポン井戸の名 SAR、まあ、2000円ぐらい行くんじゃないのかなと思ってたんだけど、まあ、1200円でしたね。で、まあ、月光画とかガチグマのダブルレアは、ま、そんなもんだろうって感じだし、オーガポン緑の面がダブルレアで200円は、ま、結構いい値段ついたなっていうのと、で、SR は相変わらず80円。SR80 円安いっていう人結構いたんですけど、まあ、SR で80円は安いのかなと思うんだけど、まあ、SR のものにもよるでしょうね。うん。よく売れるやつはいい値段つくでしょうし、まあ、フォレトス前回はいい売りだったかな。うん、SR、あそこら辺のまあ、言い方悪いかもしんないけど、そんなにこう、バンバン売れるような感じじゃない SR のものは、まあ、これぐらいの値段になるのかな、みたいな。で、あとは、個人的にはね、中場湯さんのね、ピカチュウとニンフィアは、もうちょい値段つくのかなと思ってたんだけど、まあ、1500円、1200円でしたね。まあでも、ニンフィアはいいとして、まあ、ピカチュウぐらいもうちょいつくんじゃないのかなと期待してたんですけど、ちょっと甘かったですかね。で、これをね、例えば、少しでもいい値段で、こう、買い取ってもらいたいなっていうような場合に、まあ、お店によって、こう、買い取り金額って多少違うんで、例えば、どっか、ね、どっかのお店では、ノーマルだったらまとめて統一でいくらだ、みたいなところでも、特定のノーマルカード10円で買い取りますよとか30円で買い取ってますよ、みたいなお店もあるんで、まあ、そこら辺を調べて、こう、いろんなお店に、こう、ばらけさせてね、いい値段で買い取ってくれるところに持っていくみたいにしたら、もうちょっと値段は、こう上がってくるでしょうし、で、さらに言うと、まあ、メルカリとかだったらね、完全にこっちのいい値で売れるんで、まあ、例えば、この長場さんのピカチュウ、まあ、販売価格が3800円だったとしたら、まあ、メルカリでね、3500円とか3600円で出しちゃえばいいわけじゃないですか、結局は。うん。だから、これよりもさらにちょっと高く売るっていう方法はいくらでもあるんですけど、まあ、かといってね、これ全部もいいところもあるんですよ。いいところも。僕個人のあれとして。まあ、まず一番は、もうすぐに、買い取ってくれるところですね。メルカリだったらやっぱり買い手がつかないとずっと出品したまんまになってるし、で、いろんなお店にこうね、分散させて持っていくって言ってもやっぱ時間がかかっちゃうと。時間がかかっちゃう。だからもう一店舗にまとめてポンと持っていって、その場で現金ポンとこう現金化してくれた方が手っ取り早くていいっていうメリットもあるし、で、まあなおかつね、このね、売ったね、4798円で私またこうやってね、カード買ってきましたから、そこのお店で、欲しいカード買ってきました。そういうのもね、楽しいっちゃ楽しい。うん。お店で不要なカードを売って、そのお金で、またカードを買って帰ってくるというね。まあ、手軽かつ楽しいっていうのがあるんで、まあ、私はね、別にまあ、それでもいいのかなと思います。多少安くついてもね。うん。そんな感じでしたね。はい。で、買ったカードなんだけど、こんな感じです。まあ、4900円ぐらいで売って、まあ、これだけのカード買ってきたんで、まあ、多少オーバーはしてますが、まあ、オリジンリアルガーのね、UR とか1670円だったんで安かったんですよ。これいいでしょ、これ。で、リリエのピッピ人形も可愛いでしょ、これ。1970円だったからね。すごい安いじゃん、これ、UR ね。で、ミュウもこれ1470円です。すごい安いでしょ、これ。ミュウの EX ね。いいじゃん、これ。で、これもね、私最近このタッグチームのダブルレア集めてますから、ギラティナとガブリアスのやつね。まあ、この4枚を買ってきた。まあ、180枚の不要なカードと引き換えにこの4枚をゲットして帰ってきたよというようなね、話でした。はい。まあ、いいか悪いか置いといて、まあ、カードショップにパッとまとめてね、適当に持っていったらこんな感じですわ。多分そんなにね、どこのショップさんもそこまで大きくは変わんないんじゃないのかなと思ってる。別のお店に持って行ったら、これじゃあこのだけのカード1万円で買い取ってくれるのかって言ったら、まあそんなことはないだろうなと、多少こう上下するものはあったとしても、まあこんなもんなんじゃないのかなって感じですけどね。はい。まあ参考程度に。はい。まあということでね、今回もまたね、不要なポケモンカード、売ってきたという、動画でございました。また今どんどん私またね、ボックス開けたりとかいろいろしてるんで、まあまた不要なカードがこれから増えてくるのかなと思いますが、まあまた出たらね、集まったらね、
また売りに行こうと思ってます。その時もまた動画にできたらいいかなと思いますんで、まあまだ次回もね、お付き合いくださいということで、今回はここらで動画終了にしようかなと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。